Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Okay, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. こんんばは材の哲ですこんばんは太宰の,んんのあやむです今先ほど、あのー、外ロけが終わってきたんですね終わりました楽しかったねちょっと楽しかったその一んとな喋り口り口何ですかそれはいやいや本当に楽しかった思ってる心の底からめっちゃ楽しかったでもこれで、うん、渡辺さんともそのバイバイだよって言われたらちょっと寂しいもあるちょっとねそれやったんかなんか<も>帰りの車で<ん>目閉じて考えてたんやけど寝てたやろお前 やっぱ、それがあったけなんか目開けれんかったんか。いや、もう寝てた。いや、もう開けたらこぼれてたもんな。やっぱ涙が。お前寝てた時の俺すごかったぜ。なんで大回し。すごいやん。だけ、だけ寝たんかもしれないお前の大回しやったけ寝とったんか。任せていいと思った。そういうことじゃねえ。なんでお前ポジティブやねそんな。大回しよ。結婚大話。楽しかったね。よかったよかった、本当に。あのさ。はい。もう、こんなこと起こるんや。 っていうちょっと俺のもう事件に巻き込まれた話していい事件警察こそギリば番やったけど言わない方がいいんじゃないですか下手したら呼ばれてたかもしれない大丈っていうちょっと話ないけどあのねもうファミリーマートですよ俺がまず何をしたかっていうとコンビニに行って普通に弁当とお茶を買いましたで買った時にね並んでたのレジにね他あんまりお客さんおらんくてで 店員さんが作業してたのねうんうん品入れコンビニずっとやってるよそうそうそう段ボールから物を出して入れるやつ入出しやんもっていうのをやってたのねで俺がレジに行ったらその店員さん来るやんなはいはいはい普通に品出ししてて俺んとこにパーって来てその人のね手にね野球チップスが握られてたんよう懐かしい集めてました野球チップスははいいはで その野球チップスを置いて手に持ってたのを置いて、うん、でその人はねなんか店長かなんかに呼ばれて裏に行ったんよねねちょっと待っててくださいねとか言って、うん、あでも全然まあそんなこともあるやろうなと思ったら違う人が来たんよ<は>違う人が来てあまあまあ別にいいかと思ってその横のレジが終わったから俺のとこ来たんやけど <laughs> ピッってやって、うん、弁当ピッってやってその飲み物ピッってやって<お>野球チップスピッってやったんや。 っていう、うん、まずまず俺のそれってなって<う>俺はね言ったんよちゃんとそれ言わんたそれ俺のじゃないです、うん、俺は言ったよ <laughs> そしたらねそのね野球チップスね裏にねカードが貼ってあるの知ってますもちろんそれがなかったんよええー。多分段ボールから開けた時にそれだけなかったからその店員さんは それだけ外すように手に持ってきたんよ、レジ。不良品やから。なるほどね。そしたら、その変わった店員さんね、が、あ<ー>え、カードだけ取りましたみたいな。おーおーおー感じになったんよ。うわいや、あの、そのカードだけ集めるやつもなんかおるやろいや、そりゃ、カードメインやもんね。あれカードメインやもん。ん,うん。なんか、 もう顔が、いや、ま、なんか最近いるんですよね。みたいな。<わ>疑いの顔。うわいやいやいや。<ぁ>俺、野球興味ない。 でもそんなん分からんからね、<う>店員さんを。俺言ってると、いや、俺野球興味ないです。うん,うんうん。それもちゃんと言うよ、うん。俺じゃないんですってこの、さっき裏に店員さんが行きました。うん、その店員さんが手に持ってたチップスがこれですと。うんうん。だから、まず俺のじゃないんで、みたいな。だから、その店員、そのね、変わった店員さんからすれば、カードだけ手に入ったから、もうこれは買わなくていいから、俺いらないですって言ってるもんやと。まあまあ、実際、そういうことをしたんやろう、してないのよ、俺が。 いやいやいやここう、今も嘘ついてる可能性もあるし、ね。違うの、俺がしてないの。俺がしてないの俺がしてないの、一番。そんなね、本人はいくらでも言えるい。本当に野球チップスには興味ない。でも、野球チップスのカードには興味がある。ない別に、野球が好きとか嫌いとか関係ない。お前はカードがただ欲しかった。いや、もう野球チップス買ってるやつにも興味ないし。<laughs> いや、それは別に関係ないです一番。<laughs> そんなん別に一番関係ない。そりゃそうよ。 いやでもその転売とかじゃないよああやっぱそういうことか今言うもんね違う,違う俺はメルカリって,ないいや危てさお金やっぱ今必要やんどうしても必要バイク買わないかバイク買わないけんっていうところも含めて、うん、やっぱレアカードとか大谷翔平とか当たったらやっぱ数万円とかするやん今の時代大谷翔平が数万するのやっぱそういう時代をもうどんどん高騰化していってそのカード一つに限るよ大体でお前はやっぱりそうやってしまったや、ね、ついに大谷翔平が数万するの お、<laughs> そこ、なんでそこ引っかかんのよ <laughs>。ちょちょちょ、お前は、やったんよ、だから。大谷がお前はやったんよ。やってないけど。そう言うんよ。みんな。やって、<や>俺はやってない、俺はやってない。カードだけ取ったとか言ってない。本当です、本当です。信じてください大谷じゃなかった。あ、もう今、出したね。答え出した今<う>、まあ、だってなぜならば、まあ、袋を開けないと大谷じゃなのか、大谷じゃなかったのかわからないはず袋は閉じた。閉じたあ これ開けてないと閉じれません<違う> <laughs> これもう,、ね、うどんどんボルベルはうわ冤罪生まれてる辛いわ俺相方が犯罪者やと思いませ <laughs> 本当にやったみたいになるややってないのよ俺いい本当にやったとかじゃなくてやったんやもんやってないのあもうほらやってないのの一変と理由がんてもうないもん <laughs> やってないのに <laughs> <う>理由なんてないよう,うわもう辛いどうせこれ載せれるラジオいや違う違う厳しいかこれ本当かそうだなじゃあ俺がやったみたいにやるのやめようぜ 一切そんな演出はしてないけども信じてくれよ <laughs> え <laughs> それでも僕はやってる <laughs> やってないんだよ <laughs> やってないかお前そのどうなったん結末はいやだから結末は本当、うん、中から、はい、その店長みたいな人と、うん、そのもう一人最初のレジの人が来てうん、うん、ああ違うよみたいな<は>これあの僕が持ってきたものだよ ああ言ったんや、ん店長がそ言ってくれてことなきを得たけど俺が許せんかったのは、はい、その変わった店員が俺に一言もごめんなさいって言わんやったこと <laughs> 疑ってごめんなさいがなかったことお,おばあがねおばあなんかやそう今めちゃくちゃ男形が勝手におばあよおばあがおば深夜おばあ。<laughs> えそのだからお前もなんか怪しい格好やったんちゃう違うよ絶対そうやっていやまあ確かに冬にしてはね確かにあの俺冬でもさ半袖半ズボンで寝るからさ知らんけどそれでコンビニ行ったからまあ不なのになっては思われたかもしれんけどそうねあのおばあがね俺にねごめんなさいも言わんやったのが腹立つんよいいいややや疑ってごめんなさいは必要やと思ういやなんかでも俺逆にそこをなんか詰めるのと違う気がするなんで いや、なんかおばあもちゃんと、果たそうとしてるんやなって、これを簡単に渡すまいっていう、その意識ちゃんと持ってるおばあ。いや、俺かっこいいなって思う。違う。でも、人を疑った時は疑って、ごめんなさいは必要やん。え、うん、うん、いやそれ、お互いに勘違いやったんやからさそ違うからそ。勘違いして、ごめんなさいやんじゃあ。え、その疑うってさ、その、お前顔だけやろ、別に疑う目つきだけやろ。いやいや,い,やいやいや、取ったんじゃないですかって、疑問形だけやろ。いやいやカードどうされましたはやばない。あ、その、だから勘違いして、その時は。 からおばあもさ、うん、そのおばあがねその時ね、うん、言ったのがねあ、うん、ああなんだそうだったの女性のことをおばあっていうのやめた方がいいと思うし、うん、まず謝ったそれいやいやいや今すぐ言ってきて今言ってしまった今おばあって言ってしまったねラジオであのねおばあもいい言い方よこれ。 本当にまだましなほな方,マシな方だって6070よ多分いやいやそんなだからってなんかそんなふうに本当に5060じゃないよ6070よ <laughs> 6070喜,喜んでよんでよ0十六十あんな5060より上よおばあって言ってる方がまだ優しいよまあだからその人とまあひとじゃがあったんや,いやそうだからもうちょっと本当に警察呼ばれるところだったわもうちょっとでね まあまあ呼ばれてね一回事情調子まで行ってもよかったんかもね俺,は俺が店員さんやったらお前みたいなちょっと変な論言が来たらちょっと行くわよし分かったじゃあ今度からも警察呼んでもらうわ、うん、でも <laughs> <laughs> 逆に<う>逆にでもし俺がねもしね捕まったりしたらね本当に身元引き受けにお前にするからね <laughs> やめてくれやめてくれよお前お前が迎え来いよあれ行、うん、<laughs> ってから知りませんで俺が留置所あるある言うからは <laughs> 漫才ギャングそんなやったらね所で出会う, <laughs> そ,う <laughs> そうやなありがとの危ないイト20代最後ムはどう生きるのかえー、今までで一番好きだった人に愛を伝えてみたうわーついに来たねいやでもなんかね愛を伝えてみたっていうとさちょっとなんか検証みたいになるからそれもちょっと違うか い,やいやもうそれもうそれいいんじゃない別にいやなんか失礼な気がするわ、うん、でも俺は俺も伝えたけど、うん、これなかったら言ってなかったって思うああ確かにちょっとさ、うん、これさどっちから話すやっぱ鉄から話すか、うん、ああ別にいいけども、うん、えっこれはもう気持ちの問題やわ俺もうそんなやぼやから誰にとかどんな言葉でとかも聞かん、うん、俺ははい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  その話をちょっと聞きたいかも俺なんかね、うん、言った後って、うん、めちゃくちゃこんな軽いものなんやってなって逆におお<ー>言う前までなん,なんか自分の中で勝手にさなんかはあ、はあ、みたいな高まるというかあ<ー>でもなんかもう普通なんや想像以上に大切なものと思いすぎてるかも自分の中で。 な,るほどね、なんかもっと伝えていくべきやなって俺思ったもっと気軽にねそうなんか恥ずかしがっていつも言えないけどみたいなことね勝手にやっぱそういう愛情のワードをそのハードル高くしてたやなと思った自分の中でああなるほどでもまあそれもいいことやと思ってたんやよ、うん、自分の中でまあいいことはいいことよあんまりねべらべら言うてもなんか確かに違うなって思っ、ね、価値が下がったりするとかそれもあるよねでも 俺の中ではもうちょい下げてもいいんかな高<あ>自分の中で高すぎたと思ったほどねしかもなんかやっぱねほっこりするねあっい,いなるほどうんほっこりかなんかでもねちょっとね、うん、あのその後会話の途中やったんやけどお、まあ、そこまで言うんかやっぱねなんかね その後の34秒ぐらいは相手の言葉分からんなったなんか聞いてなかった、ね、緊張したんや何やろでもその言うあれまでね<ー>直前までね<ー>でもなんかいいものでした普通になんか言うぞ言うぞって思ってたらやっぱちょっとねそれしか頭になくなるからねうんそう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 でもなんかいいも,んっもっとね、うん、みんなも下げていいと思うもっと伝えていこう,みたいなう軽く楽しくああ 俺結構反対意見であいやこれそうよな分かれるなと俺思った俺もねちゃんと伝えたんやけど結構さなんか気軽に行けたみたいなこと哲言ってはい,はい,、はい。俺ね逆で<う>めっちゃ涙涙出出たたははいなんかねこれね<う>俺実家帰ったんやけどおうおうこの前。 そだからね藤原家俺藤原家なんやけどうん、うん、藤原家みんなそうらしい、えー、なんか藤原家は自分の本当の気持ちを話す時に泣くんやって、うん、それはなんか愛情だけじゃなくてなんか何でも本当に自分の本心を言う時にやっぱ涙が出るみたいなうん、うん、で確かにうちの父ちゃんもなんかね 本当のこと言うと、ね、涙出るって言ってたなと思って言た、えーうんその家計としてそうなんやもうみんなそう多分ねあんまりね本心でしゃべるってむずくないもう大人になってきたらさまあそりゃそうね確かにいろんなこう周りからどう見られるかとかさ、うん、そういうのもいろいろ考えてしゃべるやんやっぱりそれをさまっさらにしてやっぱ伝えるって、うん、なんかね裸の心ですあえ ちょっと待って歌わんといてよそれはいやでも裸の心よはいなんかもう丸裸丸裸恥ずかしいぐらいそうなんかね恥ずかしいもそうやけどでもあでも行き着いたのは哲と一緒かももっと伝えていかんとなはいはいはいみたいなところには到達したかも俺もそうよなやっぱそこは究極そうなるよななんかこのなんかもう考えすぎかもしれんけど明日死ぬかもしれんやはい うんうんうんどっちもそりゃそうよ分からんや誰しもが誰しもが可能性あるやんもちろん別に俺たちもバイク運転してるしさ事故なんてもう至る所で起こってるし事件もそうよってなったらやっぱね言える時に言っとかんとっていうなるほどねやっぱここに行き着くねやっぱ明日やろうとか明日言おうっていうのはそう厳しいよなバカ野郎うわ出たプロポーズ大作戦本当に 今週のティーバーのやつでおじいちゃんが言ってたわ。うん、言ってた。明日言おうとか明日やろうば帰ろうって言ってた。ああでも俺もねこの前見に行った映画で言ってた。え明日やろうわバケロっっ。えちょっとえあれなんかみんな言ってるか。<laughs> <laughs> あ,かあんまなんか軽いかな結構。うん、俺,俺あの首見に行ったり言ってたわ。え首の中で言ってた。ああ秀吉が言ってたよ。 バカろうってバカろうって言ってた昔からやっぱ言われてるんやね言われてんのよ結局でもね実践でもねこれまたねどんどん戻ると思うよ今回こういう機会があってけなんか一回ね裸になってさ自分の思ってることちゃんと言ってみたりでき好きだったとか過去に含めてもねこれからねまたね戻っちゃうと思うよ人間ってどうしてもそういう生き物や繰り返すもんねそう過ちをねだからね 定期的に設けるべきなんかもそのずっとは無理やんやっぱずっと裸の心ってやっぱょちょっと異常者やん正直、うん、<laughs> 無理やね、うんこれは無理はできんもんなでもね自分の中で決めていいと思うこの日は伝える日にしようとかうんそうね確かに今日は親にちゃんと感謝しようとかやっぱそ,そういうためにもあるんかもな母の人がいや俺も今思った勤労感謝の人、ね、あそう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 なう けどさこのア「アムはどう生きるか」じゃないこれああそうよ結構ね一番向き合ったかもな, <laughs> <や>なんか泣くぐらいやもんなこういうことなのかもあ<れ>アアムはどう生きるかって<い>今までなんかそのなんか人ン生活とか意味わからんわそんな、えー、違うやんほんまいやいやそなんかつらかった今何も何もきつく比べられたんやいやいやちょっと待ってつらかったのもきついのも俺いやいやいや今俺です 何があやも何もつらくないよお前何もしてねえやんけはらなんかその中でも優劣とかつけられてなんかきつかったかもいやその優劣とかじゃないやん悲しいうわなんか愛ないんやって思ったな今正直なんかそのあやむどういけるのかに対してむがもっと愛持って接してくれてるんかな思そうそうごめんごめん哲哲愛してるよムちゃんキングオブレィオ ダザイの危ないつない次回あやむはどう生きるのかどう生きるのかちょっとあやむくんも持ってきました僕も持ってきたんですけどもどうするもう一本バシッと決めちゃううんいいですか僕のやつであやむ m うん1週間 1> うんハイキング生活山登りすんの山登りするの <laughs> え 1>, 1週間散歩生活歩こう歩きましょう歩こうやっぱ健康に気遣ってほしいというか私は元気ま歩こうって本当に。に29歳ねもうちょっと綾山さんそろそろ近いですよあトイレ違う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 体壊すのも いいやいやまあどうかないや本当にないつなぜか何が起こるか分からないさっき言ってたじゃないですか、うん、でもほんそれを少しでも食い止めるという健康でいてほしいっていう願いも込めてまあ確かにねやっぱこの運動をするきっかけにもしてほしいというかいやでもさあれなのよあのー、会社ないよねあれが遅かったよね今そのもうないよじゃあ会社側からは痩せるなって言われてんのよえ痩せるとかじゃないと思います食べればいいんだから <laughs> あ 歩いいいてててどれだけ食べてもいいってこと、うん、そうそんな何も制限してないですからなるほどでもやっぱ運動ってまず全部に良くなるって言うやん結局なんかね精神面も良くなるっていうよ、ね、いやそうよねえでもそのどういうふうなことよその歩くって言っても俺そんなんやったら普通に歩いたりするよそこらへん違います日頃からちゃんと、うん、その自分で決めてお<ん>何歩歩くとか何歩うん歩でいく<あれ> <laughs> なん ポ,ポ以外があるんですかすいませんちょっと把握してなかったええー、例えばどっからどこまでとかさあーなるほどねポポでもいいしどこまででもいいけど,もど,どこどこ公園をとかそのけこ公園をそこまでもうじゃあ行くか全部決めちゃうから今ここでいやいやそりゃそうよそりゃ提示してもらわんとじゃあどうする大堀公園とか近いい,いえ君大堀公園はまあまあ別に歩いて行ける距離ではあるなじゃあ M ム君はあと1週間大堀公園を歩くということではい 決まったんですけども、どうするいい大堀公園一周がどんぐらいなんやろうねあれが。一周がね、確か2キロとかじゃないのあ、なるほどね。うん、どうも。10キロとか行っちゃういやいや、無理無理無理。バカか、バカか。おい、バカか。5周。5周は無理だよ。歩きやぞ。いやいや、無理無理無理。一周一周。やばないそれは。あ、わかった。それい、よしよしよし。お前もしろ。あ、違う。一緒に歩かんでいいけん。するわけないやろ。せやろがい。 せやろがい、お前。俺<な>はな、なぜなら、俺はコースを決められない。俺は誰にも自分の道を縛られたくない。あだから別に歩かんでいいよ。はい。だからまた筋トレも一緒にやろうよ、筋トレ。一周二キロ。うん,うん。<laughs> 俺も筋トレ,筋トレいざないそうそうそう。するか、あんなもん。せやろがい。二度と。せやろがいって。えでもお前一周で、え、もう終わりってなると思うよ。おもう終わりってなったら後は俺に任せ。<laughs> もう一周するときもあるがな。 じゃあ2週にしとく ?1 週って言ってるやろお前会話できんやつやのこいつ会話できんわお前や会話できんのじゃあ3にするかじゃあ2週って言ってるやろがいいつらいんかじゃあお前本当にそんなこと言い出したら謝やん言わないそんなこと言やろがいいお前から言えちゃんとじゃあ謝お。1週間うん 大堀公園二週生活一週って言ってるやろわかりましたよっしゃーえっと哲もや鉄もなんかやらもう俺怒ったわよし哲もなんかやらせるからいいや俺は哲もやらせるいいやいいや俺も悲観んぞいいや悲観んぞじゃ三3週ですいやいやお前なんで一週って言ってるやろあやむ一週でその後は俺に任せ一週で帰っちゃう日もあるってことあるよそんな日も あるに決まってるやん後々公開するよせんよするわけないやろあ、まあ、決めようあっち向いてほいで決めようあっち向いてほいは見えんやんけ見えんやんけってその見えるとか見えんじゃない見させるこれが俺らの仕事やろだからじゃラジオは見えんやんそれをどういうふうに俺たちがやっていくか俺あっち向いてほい弱いんよ あれ聞いたことないです。あっち向いてほい弱いやつ激弱なんよ。一発勝負よ。え、3回勝負にせんじゃそれそれやったら有利なのか、お前が。え、じゃあ、俺が勝ったら1周な。お前が勝ったら2周な。俺が勝ったら2周。オッケーオッケー。いや、これ俺平等じゃねえわ。気づいた。平等じゃねえ。俺が勝ったら。 えっと、全肩代わりするか、鉄が。あ、じゃあ、俺が勝ったら3周にするかじゃあ。え、じゃあ、お前、俺が勝ったら3周やぞ。冗談です。冗談です、それは。だって、対等じゃないもん、それは。いや、それ対等や。鉄にマイナスないやん、だって。だって、お前、俺帰るもん何が。いや、勝てばいいんか。勝てるわ、俺多分。え、だけ俺が勝ったらどうするいもう一発勝負にしろよ。俺が勝ったら俺勝てる。いや、俺走ってるわ。俺、俺走ってるわ。 ああえインスタライブしながらってことインスタライブしながらやったら歩きかな <laughs> <laughs> それはちょっとさな何じゃあもう一回ちゃんと整理しようよ鉄が勝ったら大堀公園を大堀公園をお前ビビってるやん、えー、ちょっと俺も決めるやん俺も言ったよじゃあが勝ったら、うん、こいつずるいねやむはうもういいんやむは生きんくても死んでいいんか、うん いややったら俺が決めるべきやもんお前がい,いろいろぐちぐち言ってるからだから俺断ってるやろその提案,もい案これはお前やばい <laughs> アメリカかお前だからこそアメリカとか言うなだからこそこの政党やんこれは公平やん<何>あっち向いてほいってい超公平な、うん、それは公平やけど超公平やん俺が勝ったらお前はどういうペナルティーをうんかっていう話あやん今言ってみって早く。 じゃ,あてじゃあ俺が勝ったら大堀公園じゃあ1周でいいよで哲が勝ったら俺が勝ったら一周でそれやったら最初二周やんこれはあっじゃ俺が勝ったら哲二周ねそういうことやで歩も負けたら二周やろ うんうん、これ、う、対等じゃん。対等やん。え、<laughs> ってことはどうなるの俺が勝ったら、鉄、うん、が2周やるだけになるってこと。<laughs> やば <laughs> い,い、それは <laughs> しょうがねえよ。お前が意地悪しようとするからこうなったんやろ。意地悪じゃない俺、お前が健康を思って言ってるんよ。だってそれやったら1週,に1週や1周やったらお前が死ぬもん <laughs> そんなことねえよ健康になるもん <laughs> そんなことねえよ週ならお前は長生きすると俺は思ってる。関係ないやろ、そんな1週でも2週でも。辛い。 違うよお前がそんな俺に意地悪しようとせんやったらこんなことにならんやったのに最初はグンンーじゃ <laughs> んけんほいあっち向いてほいやろあっち向いてほいするぞいくぞ <laughs> あっち向いてほいっい向いた <laughs> 向いた <laughs> <laughs>、えー、ということで決まりました 何が3回や何やけお前がお前が一発勝負って言ってたろ <laughs> の言ってたよ言ってたよ,ってたよええー、ということで来週は<ー>鉄がどう生きるかになったってことか<ー>かわいそうに俺12と13旅行なのに <laughs> <laughs> お前歩けよちゃんと旅行先で旅行先で4キロ歩けばいいってことかお前だすぎるってうんじゃあそれでいこうかはいえー、来週、えー、鉄はどう生きるかもう最悪 もう大濠公園、えー、1週間4キロ歩く生活はいお楽しみにあのね、うん、俺ウーバーイーツの配達員にずっとやってる話するじゃないですか言ってますよずっと俺今までね低評価ついたことなかったんよ あーなんかね評価があるっていう,ねそう配達員って高評価まあ評価なしとかもあるんかな分からんけど低評価つくとやっぱあんまりよくないえじゃあ有料配達員やっ、ね、た俺結構有料配達員やったよねけど今回で今ね多分ねウーバーイーツはその低評価ついたかどうかなんて見れんのやけどほうほう俺唯一低評価をつけますってほ<う>言われたことが一個あってこの前。 すっげえ腹立ったんやけどのされることをしたんじゃないのお前があのー、俺がですよ配達でこう取りに行くじゃないですか、うん、あのまずお店にね商品を取りに行きますとでこう行った時にね電話が鳴ったんですよ<お>で向こうからこっちに電話をかけれるサービスがあるのよその、あのー、配達される側だからお客様俺からすれば、はい、が配達員にメッセージを送れるみたいなのがあるんですよそそれで、ね、来たメッセージがねその ちょっと今から出るので<う>受け取るのができないのでポストに入れといてくださいみたいなポストそうそうそうでね商品をポストに入れるってなかなかないのよあなんかポストってさあそういうことかそ<う>入るもんかそうで食べ物なわけよポストに入れる置き配はあるよあ分かるよじゃあ置き配にしてくれてればよかったんやけどその人は玄関先で手渡しなるほどねっ こちら商品ですって言ってて言ポストに入れといいいててくだださいっっう感じったよ<う>で,でも商品ポストに入るかなと思ってあのこういう結構大きめの商品やったお弁当とかやったからポスト入りますかねって言ったらその向こうからその「いやうちのポストに入る大きさですか?」って返ってきたよ<ん>、ね。で俺「あいやごめんなさいちょっとわからないです」って俺も返信して<ー>たら「いやあのうちのポストの大きさに入る えと商品は大きさですかって来たよ。ほう。ねこのラリーがもう一往復ぐらいあったんよ。ほうほうその俺お前んちのポストの大きさを知らんや。<laughs> 確かにな。だからいや聞いたちゃんとあなたの家に行ったことがないのでおうお文面でねそうポそのポストのあなたの家のポストの大きさは分かりませんはいちゃんと言ったそう、はい、ただねそっから返信がなかったんよ。ほうで なんんやねんと思って家着いたら<う>あのー、ピンポン押しても出てこないんだよ、やっぱり。で、あもう出たんやと思って、そしたら、あのさ、一軒家やったんや、その家が、あのー、海外のさ、なんか映画とかでよくあるさ、<っ>新聞が入れられるようなさ、分かるよあの細長いのに上があの箱みたいになってるやつあるやん。オレンありますははいいあそこになんか朝からさ、新聞取りに行くみたいなのがあったりするやん。 あれがねあったんよでそこやったら確かに入りそうやったんよまあわかる俺んちゃんあるからその感じねそ<う>あまあまあ入るもんねまあまあ入るサイズやったんよ、うん、でねそこにいもうここやろうと思ってポストってまあまあここのこと言ってるならまあ入るわと思って入れたんよ、うんうん、入れて次の配達行ってたらその人からね電話かかってきたんでよ、うん、でハと思って何やろうと思って出たらすいません先ほど ポストに入れといてくれって言った。その注文したものですけど、って言われて、うん、あ、いやいや、あのポスト入れときましたよって言ったら、あの、そのポストは飾りのポストなんで、そこに入れられても困りますみたいな。はあ、で、そこは飾りだから虫とかもいるんです。う<わ>低評価つけときますって,言って切られたんや。うーわ、最悪やん。やばくない。やばいよ。 こいつ虫とかもいるんやから絶対入れたらダメよやばいってお前それは絶対やっちゃダメ敵お前 <laughs> 飾りやんいやいや飾りかだからお前は罠に引っかかった俺めっちゃ罠に引っかかったと思ってさ <laughs> あ<ー>なんかその手前のところにちゃんとボックスがあったんですけどみたいなあ別にあったんやなんかね奥のところにあったらしいんよ<ー>その飾りでポストをつけるなよ 俺はいいよ。お前との付き合いは一回だけだから。<ー>お前この郵便局の人とか困るぜ、あれ多分。いやだけど郵便局の人とか分かるんじゃないあ、これ飾りのポストだって。うわ、すげえな、<も>郵便局の人。だから、だから、あやむはまんまと罠にはまったあれめちゃくちゃ腹立ったわ。でももうそもそもあやむに低評価つけるのが目的やったよね。 もう知ってて、ああ、むだっつって。アンチってこいつにトイ・ヒュカつけたろ、っつって。で、うちんちの罠のポストにあいつ引っかかるかな。<え>あの、あの虫はうちの罠のポストの中には入るかなと思ったら。<え>まんまと、飛んでポストに入る夏の虫。うわなななこれ。売れたね、俺たち。何がなキングオオブレディオンダザイン危ないスナイトよろしい。 エンディングでございますけども、えー、あれですよ、うん、あのー、まあこれが配信されてる12月20日ですかはいはいは,い、はまあもちろんもう渡辺さんいないんですけどそう、ね、あの収録で言うともうこの回まで<わ>渡辺さんがいるのはあ伝わらない。 ピョンつけるとやっぱ真剣度がやっぱ下がるあやっぱ下がるもんかやっぱダメやなうさぎさんのやっぱダメやな。無理無理もうピョン言っていいのミニモニだけやから、ね、<おい> <laughs> じゃんけんピョンミニモニみたいになっちゃってたミニモニみたいになっちゃってたごめんなさいそれはでも本当にちょっと今までのプロデュースにねとんでもない数のお世話をしてもらったと言いますか本当にあの第3のとかじゃない第1の太宰や <laughs> 俺らが第2第3やからねいやそうなんですいやでも本当に なんかいろいろ仕事にとどまらずだったじゃないですか全部よ全部悩みなり講し今度 <laughs> 本当よくないんですけどがまあちょっと渡辺さんがいなくなっ,いなくなっちゃうっていうかね、まあ、一生会えないわけじゃないですけど収録にはもういないということでだからちょっと強くならんとな俺らもそうだよこれから渡辺さんの笑い声は入んないんだようわお前やめてくれそんな言い方するのいやそうやってまあ80回ぐらいですかもう80回90回ぐらいか

Uh, do you know why it's so acclaimed musically oh did you know that they love japanese taiyaki and eat it before concerts what regular distribution every monday and thursday and chat session tokyo backstage every saturday search for tokyo music lab in your podcast app don't miss it